桃子、カエルの歌が聞こえるよ。は、2003年に公開された、日本のアニメーション映画である。原作は、星明かりの児童向け小説、桃子、僕の妹。養護学校の教師である作者の実体験をもとに、書かれている。倉本桃子は、知的障害と身体障害があり、常に、酸素ボンベで呼吸しながら特別支援学校に、通っている。桃子は、 お兄ちゃんだけ小学校へ行って、ずるい。とダダをこね、双子の兄、力を困らせていた。ある日、授業参観に訪れた桃子を、成績優秀なクラスメート、龍二がバカにしたため、力は激怒して、彼を殴ってしまう。力は、桃子の病気のために我慢を強いられ苛立っていたが、死への不安と戦いながら、闘病生活を送る彼女を見て、考えを改め、 支えることを決心する。ほどなくして、支援学校との交流で力の小学校に桃子が来る。最後まで諦めず、課題に取り組む桃子のひたむきさに、クラスメートも心を開いていくが、桃子の容態は日に日に悪化していくばかりだった。数日後、運動会のクラス対抗リレーに出ることになった力は、桃子に必ず一等を取るから元気になってくれと約束する。 龍二は相変わらず桃子を見下すが、病気に苦しむ彼女を目の当たりにして、力と和解し、父の反対を押し切って、リレーに出場。桃子への思いを胸に優勝した、力たちだが、桃子の容態が急変し、幼くして、息を引き取ってしまった。龍二を含めたクラスメイトたちは、桃子の好きなカエルのが主張で彼女を見送る。ありがとうございます。